ドゥローニケンシン明治剣格ロマンタンドゥローニケンシンドゥローニケンシンは我が津信広による日本の漫画ドゥローニケンシン明治剣格ロマンタンを原作とした日本の実写映画シリーズ主演佐藤健監督は大友博史アクション監督は谷垣健二制作配給はワーナーブラザース映画第一作 ルローニ検診ンンは2011年8月から撮影が開始され、2012年8月25日に公開された。物語は原作におけるニセ抜刀再騒動、黒、傘編、寒流帝突入までのストーリーが元になっている。2014年、第二作、ルローニ検診京都大火編と第三作、ルローニ検診伝説の最後編が全後編に部作として、 それぞれ8月1日、9月13日に連続公開された。2020年、原作の人中編をベースにした最終章2部作、ルローに献身最終章ザ・フィナールとルローに献身最終章ザ・ビギニングが、それぞれ7月3日、8月7日より連続公開される予定だったが、 新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、2021年の4月23日と6月4日に、公開が延期された。幕末の動乱に揺れる京都に名を轟かせる、凄腕の暗殺者、日村謙信謙信は、その新則の権威と脅威の暗殺成功率から、人切り抜刀祭の通り名を持ち、幕府要人や、砂漠派の武士たちを侵犯させていた。 それから10年の月日が流れ、時は明治11年。謙信は以前とは打って変わって人の命を奪うことを良しとしない、不殺の誓いを掲げて日本各地を旅しながら、か弱き人々を剣の力で守り助ける浪人として穏やかな日々を送っていた。謙信が東京に流れ着いた頃、巷では中毒性の高い新型アヘンの密売。 神や勝宗竜一切り抜刀祭を語る辻斬りという二つの事件が進行していた。女医、高にめぐみは身寄りのないところを悪徳商人、武田官流に囲われて新型アヘを開発させられていたが、両親の葛飾に駆られてみ、柳の屋敷を逃げ出す。宮柳はめぐみを連れ戻すため、う、同人営を差し向ける。めぐみの逃げ込んだ警察署内で、人は、 残殺を繰り広げたが、恵みを取り逃がした。一方、辻斬りの流派と噂されたために、門下生が皆無となった、神谷勝宗流の師範代の少女、神谷薫は、剣心を犯人と勘違いして挑みかかるが、軽くいなされる。その直後に薫は、陣営と遭遇し、切られそうになったところを剣心に救われる。神谷道場へ戻った薫に、今度は別の官流の手下たちが、 道場の土地を譲るようを仕掛け、老籍を働く。三、柳が金製品を取り扱う港を新設するために、神や道場の界隈は、うってつけの場所にあったのだ。そこに現れて、手形を混沌させた謙信は、間もなく駆けつけてきた警官隊に、騒動の原因は自分にあって道場は、無関係だと告げ、弟子ともども警察へ連行される。警察では、剣信が、 抜刀祭であることを知る山形有友と斎藤はじめが謙信に新型アヘンの捜査協力を願うが、謙信はこれを断って釈放となる。雨の中で謙信を薫が出迎えて道場へ案内する頃、逃亡中の恵みは、神や勝宗流門家生となって神や道場に居候する士族の少年、明人や彦と出会い、同じく道場に居着くことになる。その後、 町の住人の多くが急に苦しみ出す事件が起きる。めぐみは、これが井戸に入れられた毒のためと感破し、治療に奔走する。治療が一段落すると、めぐみは、町の住人にこれ以上迷惑がかからぬようにと、自ら見、柳の屋敷に戻る。めぐみの書き置きを読んだ謙信は、喧嘩や、相良佐之助と共に見、柳の屋敷に向かい、手下ともども見、柳を打ち据えて、 めぐみを助け出す。しかし、めぐみの口から、人営が薫を拉致して剣心との戦いを望んでいる、ことを聞かされると、今度は薫を救うために、人営のもとへ向かう。人営の策略通り、怒りによって、かつての人りへと立ち戻りかける剣心であったが、薫の言葉から我に返り人営を殺すことなく、決着をつける。 登場人物の説明は、ルローニケンシン明治県各ロマンタンマイナスの登場人物一覧も参照のこと。高古園、八幡堀、安楽立院、恩城寺、仁那寺、神風閣、延暦寺、龍谷大学大宮学者、旧高野池神殿会所、随心委員、倉敷美館地区など。原作者の和月は本作公開に連動する形でセルフリメイクとなる。 ドローニケンシンキネマ版をジャンプスクエア2012年6月号から2013年7月号まで連載。また、週刊少年ジャンプ2012年38号にも特別読み切りドローニケンシン明治剣嘩ロマンタン大霊幕が掲載された。また、脚本協力の黒崎香るが没案をもとに執筆した小説 ロ郎二謙信銀幕像紙幣が公開直後の2012年9月に発行されている。2012年8月25日の全国ロードショーに、先駆けて8月22.2324日に一部劇場にて、先行ロードショーされた。8月25日に、新宿ピカデリー、ヒューマントラストシネマ有楽町、渋谷ヒューマックスシネマ、渋谷東映に、東宝シネマズ。 六本木ヒルズタ全国329スクリーンにて公開され、8月27日付の公衆ランキングで初登場1位を記録した。土日2日間で動員29万5319人、公衆3億9、953万400円の成績で先行上映を合わせると、公開5日間で動員42万4143万人、公衆5億五 547万6、800円であり、前週に初登場1位を獲得した、アベンジャーズが844スクリーンで2日間の、公衆5億93万2250円であった、ことに比べると、半分以下のスクリーン数で、高い成績を残したと分析されている。続く公開第2週も、累計公衆14億8、827万7、900円。 累計動員120万3813人となり2週連続首位となった。最終興行収入は30.1億円。日本公開と同時に世界64カ国に地域で配給、上映決定。日本以外でのアジア全土最終興行収入が日本映画初の1億円超え、アジアから順次公開。シンガポールではにスクリーンのみの公開にもかかわらず、 過去4年間にシンガポールで公開された日本映画の興行収入記録を塗り替えた。フィリピンでは44スクリーン公開後3日間の興行収入で日本映画歴代ナンバーワンを記録。日本映画初の全土拡大公開した台湾は世界的ヒットシリーズのトワイライトサーガブレイキングドーンパート2や台湾出身の監督アンリーのライフオブパイ。 トラと漂流した227日と同時期公開にもかかわらず、オープニングの興業成績4位と好成績を記録した。以後、北米、ヨーロッパ、ロシア等を世界各地で上映中。NY で開催されたシネマフェスティバル、ジャパンカッツ2013では、上映作品中、最も早くチケットが完売するなど、各地映画祭や国際映画祭小体作品としても、 人気が高い。すべての国を合わせた最終工業収入は6000万ドルに及ぶ。また、2012年12月14日から16日にかけてアメリカ合衆国ロサンゼルスで開催されたリーゲイフィスト2012ではオープニング上映作品として招待された。2013年7月26日に金曜ロードショーで地上波発放送された。ただし、 放送時間の延長の措置がされなかったため、劇場公開時よりも約40分カットされた。2014年8月1日には、後日の第2.3作の宣伝を兼ねて、再び、金曜ロードショーで放送された。今度の放送時間は20分ほどのカットとなる。2015年10月23日には、3週連続、ドローニ剣診祭りの第1弾として、3度、 金曜ロードショーで放送。NHKBS のプレミアムシネマでは2017年1月1日18時43分マイナス20、57にレターボックスサイズで放送。2021年4月30日には後日の第4.5作の宣伝を兼ねて4度金曜ロードショーで放送。京都大火編元新選組三番体組長の警官斉藤はじめは 迷路のような道が続く、廃校道へ調査に踏み込む。そこで、次々と仲間の警官たちが姿を消していく。斎藤が物音を追うと、道の奥で顔を包帯で巻いた男、志、有真実と出会う。志臼の命令で吊るされた警官たちが、炎の海へ落とされるのを見た斎藤は、 心雄しに迫ろうとするが行く手を阻まれ、心雄しは道を塞ぎそのまま姿を消していく。人切り抜刀祭も過去の人物として扱われる平穏な時代の中、謙信たちは明治政府内無教で謙信と旧知の間柄でもある大久保利道と会見。大久保は心雄しが京都で再び暗躍していることを告げる。心雄しは謙信と 比類する剣術を持つ影の人切りであったが、剣心が刀を置いたとは、伏見の戦いで、維新派が勝利した後、同志に裏切られ切られた後、体を焼かれた。志押すは、奇跡的に一命を取り留め、京都に身を潜めて、明治政府への復讐と転覆を目論み兵を集めている。政府も数々の手を打ったが頼れるのはもはや、剣心の身となったのだった。 会見の一週間後、大久保は、志をすひきいる、特攻部隊、十本刀の一人、瀬田宗次郎に殺害された。志優良の犠牲となった大久保や警官たちから、謙信は、過去の自分の過ちと照らし合わせ、京都に行くことを決意する。謙信は、京都へ向かう、途中の小田原で巻町沙夫と名乗る少女と出会い、同行する。 そして、心雄しオスの一味に襲われ、廃墟となった村にて、心雄しオスと退治。謙信は、心雄しオスが差し向けた宗次郎との戦いの末、居合で逆人刀の刀身を折られてしまう。心雄しオスは、隠れ家で十本刀を集結させるよう命令を下す。集結次第、ついに、国取りが開始されるのだ。謙信はついに京都へたどり着き、両邸、青い屋にて、沖縄と出会う。 謙信の蘇生を知った沖縄、自分や三竿らは、旧幕府の隠密後二は番、京都探索法の一等であることを明かす。隠密後二は番衆の積む、四の森あおしは守るべき仲間も憎むべき幕府もない、中で、死んだ仲間への手向けとして、最強の称号を捧げるために、修羅に落ち、謙信イコール、日村抜刀祭を倒すことが、唯一の生きる目的になった。ミサオは、 青い紫のことを特に慕っており、彼の本来の目的も知らず、青い紫が探していた、抜刀祭を、青い屋に連れてきたとしか思っていないのだった。謙信は、オーラ5庭番州の協力でおられた、逆人島の海の親、荒井赤空の居場所を探し出すが、赤空はすでに他界していた。謙信は、赤空の息子青空に新しい刀を打つように、頼むが、青空はもう二度と、 刀は作らないと自退する。一方、剣心が赤空を探していることは、心し優らに知られており、青空の家を十本刀の刀刈りの蝶子と騒げ場場張りが訪れる。蝶は青空に赤空が最後に打った刀を出すように詰め寄る。そこへやってきた剣心の蘇生が、日村抜刀斎だと気づいた蝶は激しく切りかかる。 謙信の言葉に感銘を受けた青空は、保管されていた赤空最後の一振りを謙信に投げ渡す。謙信を追い、京都の町に到着したルとヤヒコは、謙信と再会。しかし謙信は、戦いの最中で二人には気づかない。人霧へ戻ってしまう、という躊躇からなかなか刀を抜けない謙信だったが、ついに刀を抜き針の首筋へ一撃を見舞った。だが、蝶は、 その一撃に混沌するも、斬撃の傷はない。赤空の最後の一振りは逆陣刀であり、青空はその刀が逆陣刀、真打ちであることを伝え、改めて謙信に託す。その頃、心雄しの隠れ家では、ついに心雄しの一声で、京都大化の実行が宣言される。警察では捕獲された、蝶の供述から、京都大化結構の日時を知り、 謙信と、斎藤は、心差しが、池田屋事件の再現を目論んでいると睨む。青い屋にも情報が入り、沖縄たち五庭番衆は、武装を整え、薫とヤヒコは共に警備に立つことになった。夜空の花火を合図に、心差しの手したらは、進撃を、始め次々と火を放つ。警察は、鎮圧に乗り出し、斎藤と、謙信も動き出す。炎に包まれる。 京都市中の各地に戦いが広がり、駆けつけた佐之助や後には番州と集団行動するカオルとヤヒコも木刀を手に志雄勢を迎撃する。そこへ沖縄の目の前に青い紫が姿を現す。三サは青い紫が帰ってきたことを知りすぐに青い矢に向かうが、そこには激戦の末に青い紫の刃が沖縄を切り倒したのを目撃してしまう。 混沌した沖縄を前全に、青い紫は、俺は、かつての四の森りおしではないと言い放ち、方針状態の三沢とすれ違うのであった。市中の戦いは、心雄し、の勢いが弱まるが、謙信と斎藤は、違和感を覚える。そもそも、京都大化の現場に、心し薄や十本刀の姿すら見当たらない。二人は、京都大化は、ただの第一段階に過ぎず、 心差しが歴史をなぞろうとしているのなら、東京が本当の攻撃目標だと気づく。一方、戦い続けるカオルの前に、宗次郎が現れ、隙をついて拉致する。それを目撃した謙信は宗次郎を追い、その先に巨大な鋼鉄船を発見。この巨船こそ、心差し歯が鏡を隠していた、軍艦、煉獄だった。剣信はすぐに船に乗り込むが、 人質とされたカオルに身動きが取れなくなる。剣信は心差しオスと剣を交えるが、十本刀の佐渡ヶ島放置がカオルを海原へ蹴り込む。剣信はとっさに心差しオスの刀をかいくぐり、カオルを追うように嵐の海原へ飛び込む。海原に飛び込み、気を失って砂浜に打ち上げられていた剣信は謎の男に救出されるのであった。 伝説の最後編目を覚ました謙信は、その名と権利を与えてくれた師匠である、彦聖十郎と、久しぶりの再会を果たす。日西へは、偶然見つけた謙信を救い、作刀工房を兼ねた自宅に運んだのだった。謙信は、心雄しを止めるために、非天五賢流の義伝授を願い出る。その頃、煉獄が東京湾に到着。心雄しは、大久保の公認者、 伊藤博文を呼び出し海岸で会合を行う。都合の悪いことは、すべて闇に葬る伊藤の政治のやり方に、俺を焼いたのも政治なのかと問いかける。志をすはかつて体を焼かれたせいで、自身の体は、発汗ができなくなり、生きているのも不思議な高熱を常に宿す肉体と、化したのだ。志をすに、命が惜しければ、献身を探し、 民衆の目の前でさらし首にしろと恐喝された伊藤は政府に謙信の指名手配を命じた。一方、青い屋では佐之助とヤ彦が謙信とカオルの安否を心配していた。京都にも謙信の指名手配の情報が入り佐之助は激怒するが、ヤ彦は謙信がまだ生きているという証拠で、きっとカオルも一緒だと希望を持つ。その時、 青い矢に届けられた手拭いを持ってきた客から事情を聞き、病院へ行くと昏睡するカオルの姿があった。謙信は奥義を伝授してもらうべく、師匠に勃券で挑みかかるが全く歯が立たず軽く、あしらわれていた。それでも謙信は命を引き換えにしてでも、奥義を得得しようとするも、ひいにしえは愚かだと首を振り、今の自分に欠けているものを理解するよう告げられ悩み、考える。 翌日、竹林の中でヒいニシエは、今のお前ではまた人切りという過ちを犯すだろう。そんなお前に引導を渡すのが、師匠の務めだと語り、謙信と真剣を交える。戦いの中で恐怖を覚える謙信だったが、それは師匠への怯えではなく、そこにある死への恐怖だと気づく。無我夢中でヒいニシエに対する謙信は、 志をしを倒さないまま半ばで命を落とすことを拒否する一心と共に刀を一戦。その一振りに感心するひいにしえは、剣心に足りなかったものは生きようとする意志であり、その命の重みが奥義の得徳への第一歩だと悟す。ようやく奥義を得た剣心はひいにしえと別れを告げる。出発の際に駆けつけた三沢は剣心に薫るの無事を伝え、二人は、 一旦京都へ向かう。謙信は自分の指名手配を知り、抜け道の地図を授かる。そして沖縄に別れを告げようと居室へ向かうも、沖縄の姿はなかった。王は青い紫が剣心を襲うと予測し、不祥の身を押して抜け道へ向かったのだった。果たして抜け道に青い紫が現れ、王は彼に剣を向けるが、もはや立っているのもままならない。そこに、 ミサオとケンシンが追いつき、ついに、ケンシンと、青い紫が、相見える。激闘の末に、青い紫はケンシンに打ち倒され、二人の戦いを、見届けた沖縄、力尽きて、命を落とす。ケンシンは後を、ミサオたちに任せ、そのまま単身で、東京へ進む。一方でミサオにより、青い家に保護された、青い紫は、彼女に自身を殺すよう促すもなき沖縄や、 五庭番衆のためにも生きるよう告げられるのであった。東京の神谷道場に着いた、謙信のもとに、警察官たちが乱入する。謙信は剣を交える理由がないと刀を置き、そのまま捕獲されてしまう。逮捕は、表向きのものであり、警視本部で謙信は縄を解かれ、伊藤と面会する。政府は、人切り時代の謙信の行いが、当時の維新派の意向によるものだと露呈するのを恐れ、 心差しを巣の恐喝によって、謙信を生贄にする意向であった。また今の状態では、結果的に東京に大きな被害が出ることも恐れていた。謙信は、心差しを巣に近づければ正気はあると提案し、それを聞いた伊藤は、ある作戦に出る。謙信は、浦賀の海岸で、残守刑に処されることになり、町では、号外が配られ、薫たちは海岸へ急行する。 形状へ連行された剣心に立ち会う志、優一派の中に、志、優本人の姿はなく、代理人の方をさむによって、剣心、すなわち当時の維新派の差し金で切られた被害者たちの名前が、次々と読まれていく。ついに処刑人の刀が一戦するが、振り下ろされた刀は剣心を縛る縄を切っただけだった。処刑人の正体は、斎藤はじめで、 警官隊と謙信は一斉に、心雄し、勢と交戦する。そこに、佐之助も合流し、謙信と佐之助の二人は煉獄に乗り込んだ。煉獄で再び相まみえた宗次郎を打ち倒した。謙信は、心雄しのもとへたどり着くが、心雄しの無限人から出るグレンの炎に燃える。炎霊が謙信を襲う。そこへ、佐之助、斎藤。 青い紫が続々と合流して戦うが、志差は上昇する体温に苦しみつつも、手だれの四人を相手にして一歩も引かない。その戦いの最中、軍隊が海岸に据え付けた重砲から放たれた砲弾が煉獄に命中する。伊藤が率いる軍隊は、謙信たちを巻き添えにするのを承知の上で、煉獄と志差一派を海の中に葬ろうとしていた。燃え盛る。 炎の中、謙心と心をしスは再び一気打ちとなる。互いに決定的な一撃を加えることができない中、心をしスは自身の身を案じて、かばおうとした愛人の駒形弓を盾に、謙心に致命傷を与える。謙心は苦しみながらも、愛する人の命を奪ってまで勝ちに執着する、心をしスに対する怒りから、再び剣を向ける。 激しい打ち合いの最中、おもむろに逆人刀を鞘に収めば当術の構えを取る謙信に対して、これを木と見て襲いかかる志オスであったが、謙信は独特の足さばきから、抜刀術を繰り出して、志オスを弾き飛ばし、非天五剣竜王に、天照竜戦と技名を告げる。決定的なダメージを追いつつも再び立ち上がろうとする、志オスだったが、ついに体内温度が、 限界に達し人体発火を引き起こす。謙信に対し、お前の勝ちではなく時代がお前を選んだだけだと言い残した志をすは高笑いしながら炎に包まれやがて池を引き取った。煉獄から脱出し、カオルに迎えられた謙信たちは政府、警察の敬礼に見送られながら元の生活に戻っていくのであった。京都大火変伝説の最後編。 ザフィナール斉藤は、心しをすに、鋼鉄管を売った中国大陸の裏社会を牛耳る武器商人を横浜駅で逮捕するも、日本と大新帝国間の領事裁判権のために武器商人は釈放されることになる。その武器商人、雪きしは姉を殺害した剣心に恨みを持つ義弟であった。明治政府は縁の動向を探るため、 かつて志優一派の十本刀の一人として、謙信と戦った、騒芸場張りを密定として送り込むが、斎藤は謙信に敗れた志オスを、あっさりと見限った蝶が、再び裏切りに走るのではないかと、不信感を募らせていた。縁の同志である芸派兵庫が赤兵庫を砲撃し、従業員の三条つばめらは重傷を負う。砲撃が行われた。 上野の山に向かった謙信と、相良佐之助は、斎藤と鉢合わせになり、人中と書かれた紙が残されていたことや、縁が横浜駅で逮捕された時に、人切り抜刀祭の方に、まだ十字章はあるか、と尋ねていたことを話す。続いて、縁の同志、おつわひさご子が裏村所長宅を、観天門が前川区内の道場を襲撃。賢信は、所長宅で、 おつわを迎え撃つ者の,の、おつわは、人中の時間だと言い残して自爆する。その後、縁は、謙信の前に姿を現し、自分の目的、姉を殺害した謙信への復讐を告げる。神や道場に戻った謙信は、今回の一連の事件が自分への復讐が目的で、あると、自分の人切りの過去、縁の姉である友恵との出会いと結婚、友恵を、 自分の手で切ったことを皆に語る。別途、東京が中国の武器商人によって襲撃される。その原因が剣心にあることを知った5庭版の四の森あおしと巻町みさおは、ともえの菩提寺である住職から、ともえの日記を預けられ、東京に到着する。その夜、気球に乗って、円団が東京を襲撃。剣心、青い紫、みさおは町を襲うとき、犬居。 八つ目無名医を迎え撃つ。その隙に縁は神谷道場を襲撃。相良佐之助を一方的に倒した縁は神谷薫を誘拐する。縁に寝返った蝶が流した嘘の情報に斎藤たちが翻動されたこともあり、東京は甚大な被害を被った。縁の残した手紙を見た謙信はかずと縁の待つ館へと向かう。ザ・ビギニングこれは幕末の時代。 日村健信が人切り抜刀祭と呼ばれていた頃の物語。超周藩の死地で倒幕派の暗殺者、人切り抜刀祭として恐れられた日村健信は、ある日の夜の居酒屋で、雪城どもえという女性と出会う。健信は、二人組の酔っ払いがもえに絡むのを制止するが、店の外で突然襲ってきた男を切る現場をもえに、目撃され、彼女を監視するために一緒に暮らすこととなる。 ザ・フィナール・ザ・ビギニング・ザ・フィナール・ザ・ビギニング注釈発売。販売元は、アミューズソフトエンタテインメント。第1作目は2012年12月26日。第2作目、京都大火編は2014年12月17日。第3作目、伝説の最後編及び、シリーズ3作品を収録した、数量限定生産のコンプリートブルーレイボックスは2015年1月21日。 発売。ドゥローニ検診京都大化編に関するカテゴリドゥローニ検診伝説の最後編に関するカテゴリドゥローニ検診最終章ザフィナールに関するカテゴリドゥローニ検診最終章ザビギニングに関するカテゴリありがとうございます。